熱狂レブナイズ始まりました。今日はですね、鹿児島レブナイズ背番号11森田裕二選手にお越しいただきました。ようこそ。こんばんは、背番号11番森田裕二です。よろしくお願いします。お願いします。8連勝です。おめでとうございます。ありがとうございます。今シーズン最長、かつホームではまだ開幕負けなしですから、絶好調ですね。ホームの皆さんの、あの観客の皆さんの後押しがすごい感じられるので、それでホーム負けなしなんだと思ってます。そしてチームとしても今首位に立っています。 B3 リーグ16チームのうちの首位。前節トライフープ岡山との戦い、はい、岡山はあのこの節の前までは4位だったわけですよ。だから1位対4位っていう上位対決でホーム2連勝。いやー、痺れました。もうあの私実況してたんですけど、いやーしんどいと思いながらもうちょっと余裕を持って勝ってくれっていつも思いながらなんですけど延長戦でした。前回の延長戦では敗れてるんですよね、うん、大丈夫かなってなったんですけど、見事残り 0.4 秒で逆転劇でした。素晴らしい試合でした。森田選手はこの試合で15得点と3を3本決める活躍見せてくれましたけれども、この試合まず振り返っていかがでしたか？よく勝てたなっていう印象ですここ最近ずっとそうなんですけど、ファールトラブルも多いので、はいはい、で今一人外国人がいない状況で、うん、ファールトラブルになると日本人だけの時間とかも増えてきますから、その時間はやっぱり追いつかれますし、リズムも鹿児島のリズムにならないので、よく勝てたなっていうふうに素直に思ってます。まあよく勝てたなで言うとゲーム2もそうだったんですよね。この試合も1点差で最後の相手のシュートが決まれば逆転負けという最後の最後まで分かんない試合でしたけども、うん、77対76でした。この試合はどうでしたか？僕がそのさっき言ったことがもっと出た試合、そのファールトラブル、うん、最後残り3分か4分ぐらいは日本人だけで戦ってましたから。そうでしたね、うん、あれで勝ち切れたの本当にすごいなっていう、本当に素直に思います。今シーズン特に思うんですけど、接戦に強いじゃないですか、うん、まず落とさない、これどういうことが要因として挙げられますか？AJ じゃないですかいや、まあ、はい、言ってしまえばそうかもしれないですけど、はい、簡単に言ってしまえば AJ の勝負強さ、はい、あの 0.4 秒で AJ がボール拾えるのもそうやし、うん、そうですね、うん、そこの嗅覚とか、まあ普通の人やったらもうアルマがシュート打つ時点でブザー鳴るからもうやめ、まあ、他の岡山選手はプレーやめてたシーンで AJ はボール取りに行ってたし、そういうのも含め勝負強さがある選手だなというふうに思います。ガードとして自分はこう試合の中でどんな役割を果たしたいといつも考えてますか？途中から出る役で、はい、まあ、どの選手と出るかっていうのが最近はこういろいろ変わるんですよね。外国人がいなくなったりしてて、だからいつもやるメンバーとやってなかったりとかいろいろあるんですけど、誰を起点にするかとか、どこが今相手に対してアドバンテージになってるかっていうのをまずは考えるようにしてます。へー。森田選手はあの僕はプレースタイルを見る限りは、はい、あのスピード感のあるドリブルとで外からあの安定感のあるもうほぼほぼ外さないだろうというスリーと、そこが魅力的だなと思うんですけど、うん、自分ではどこが強みだと思いますか？おっしゃっていただいた、あ、はい、よかった。そこが、はい、自分でも武器だなというふうに思ってやってます、はい、あ、本当ですか、はい、森田選手今シーズンからレブナイズに加入ということになりましたけれども、どうです、鹿児島慣れました？すぐに慣れました。あ、本当ですか？暖かかったですし気候ですね、はい、暖かいのがすごい好きで、はい、あ、ご飯もすごい美味しくて、あ、わかります、美味しいですよね、はい、めちゃめちゃ美味しいですし、うん、あと安いですよね、ご飯が。なんかグリブーとか配られるじゃないですかクーポン券ですね。あれでなんか700円引きで2000円ぐらいとかで美味しいうなぎ食べれるし、うん、めっちゃ安いなと思って。あとあれ、玉
とんかつとかも分かります、1000円で食べれるんですよめっちゃうまいのに。どこのとんかつ好きですか？竹亭が好きです。あ、分かります。美味しいですよね。竹亭マジうまいです。竹亭が、あれ大阪やったら3000円します。多分しますよね。ですよねチームの中でも同じ大阪で同い年の今川選手、やっぱり仲いいっていうさっきもお話をしていただいたんですけど、はい、僕も関西出身なんですね。はい、関西弁でちょっとこっからはお送りしたいなって思って。僕25歳で森田選手が26、そうですね、一つ上なんですけど、はい、大学一緒なんですよ実は。え、僕関大なんですよ。すごい後輩や直属の。いや、ほんまの先輩なんですよ。いや嬉しいですね。じゃあもう関大前とかキリン寺とかめっちゃ行ってました。僕千里山だったんです。あ、千里山の方。僕千里山ユーザーなんですよ。あ、文学なんで。この収録始まる前に、いやもう俺絶対関西捨てないっすって言ってたじゃないですか。もちろんです。もう鹿児島には絶対染まんないっすって言ってたじゃないですか、うん、いやちょっと染まってくださいよ。いやもうどこに行っても大阪の魂だけは持っていきますこれがほんまのなにわ人やで。なにわ人じゃないじゃないですか寛大やけど。もう大阪の魂だけはもう捨てたら地元の友達に怒られちゃうんで、ですですぐらい。あ、でもです。お気に入りワードはですですです。わかります。俺もですですって言います。ですです。便利ですよね。絶対言わないですけど。いや、なんで言ってくださいよ。ですですが出たら、あ、鹿児島の人じゃないですかってなりますね。あーはーはー。なんとかして森田選手にこう関西弁をこう剥奪 してみたいって、ちょっと。え、多分絶対無理です。なんぼお金もらっても絶対。いや、お金もらったら借りてくださいよ。お金の問題じゃないんですよ。お金の問題じゃない。はい、魂が売られてしまうんで、そうなってしまう。うわ、鹿児島の人って基本的に鹿児島の人がやっぱ好きなんですよね。だからあ、そうなんや。地元の人を応援して、うん、だから地元の言葉を喋ると向こうも結構打ち解けて喋ってくれるみたいなことがあるんですよ。めっちゃ分かりにくかった今厳しい怖い今聞きました。めっちゃ分かりにくかった。めっちゃ分かりにくいですよね。うわー怖っ。後輩、うわもうちょっと終わっていいですか怖いんですけど。え、そんなんで怖くなっちゃうような。鹿児島に来てやっぱ寝る前に使ってます。うわ怖い。聞きましたこれ使ってくださいね保証しますよ。ほんと1年後もう一回ここ来たら、うん、もう鹿児島弁のイントネーションになってますよ絶対なれへん。いやなるんですって。これがもう断言します、ならないです。これちょっと勝負しましょう。ちょっとブースターの皆さん、しょっちゅう鹿児島弁で喋りかけてください。もう大げさでいいです。関西弁だったら何が好きですか？いけるかえ、いけるか、いけるか、いけるか。めっちゃ好きなんですよ。だから友達とかがなんか滑った時とか、なるほどね、なるほどね。めっちゃ変なことした時に、いけるか。あー、これはディープな関西ちゃいます今の。わかる、わかる、わかるかな。ちょっとなんかシュールな笑いですよね。うわ、めっちゃきついんすよ関西のそのなんか笑いに対するなんかレベル。森田選手に使ってほしい鹿児島弁、まあ使いやすいでもいいんですけど、うん、ぜひ教えてください、うん、教えてほしい。うちわで鹿児島弁書いてもいいかもしれない。ん、会場でうちわとかあったら。ああ、それめっちゃいいかも。それないごてけとか、ほらないごてけ、ないごてけ、ないごてけとか、わっぜとか、ほらわっぜ。飯行こうってことですか？ないごてけ、ないごてけが飯行こうなわけないじゃないですか二つ目なんて言いましたっけ？わっぜ、わっぜは知ってます。めっちゃでしょ。それかな、じゃっと、じゃっと、それにその組み合わせでいくみたいなことですか？どういうこと？邪道、邪道違います、邪道です。邪道じゃないです。邪道をこう略したみたいなことじゃなくてえ、1個目なんですよ。ワイゴテケ、ナイゴテケ、ナイゴテケ、なんでですか？あ、それなんかいいかも。え、なんでやねんってことでしょ。だから言ったら、そうですね。あ、どうだ、そうだ、なんでやねんの鹿児島弁じゃないですか。ほんまや、ナイゴテケってお前それナイゴテケって、それもなんでやねんと一緒やん。ナイゴテケ、ナイゴテケって。あー、ナイゴテケ、それ絶対僕と今が気に入るなと思って。ああよかった。ナイゴテケ。二人でナイゴテケって。あいつがトラベリングした時とかに言えばいい。うん、違う違う。ナイゴテケ。ピピピってなったらお前ナイゴテケって。ナイゴテケって言えばいいってことですね。ああトラベリングですってなったらぜひ言ってください。おー、言いたい言いたい。お前それナイゴテケって。僕めっちゃ好きなやつあるんですよ。関西弁の方で。はい。シュート
をこう外した時とかにあかんって言うんですよ。その言うんですか、外れそうな時にめっちゃ言います。あかんみたいな、こう打った瞬間に分かるじゃないですか、あかんかどうか。あ、なるほど、もう打ち出した瞬間に、打った瞬間のこの感覚であかんわってなるんですよ。めっちゃそのあかんがめっちゃ好きで。鹿児島弁であかんってどういうんですか。あ、鹿児島弁か。やっせん、やっせん、やっせんって言いましょう。やっせん、やっせんってやっせん、やっせん使ってたらマジの鹿児島人って感じがしますね。やっせんすごいっすね、確かに。やっせん、やっせんやっせん、あ、オッケーオッケー、目外してないごてけって、ないごてけとやっせんね。森田選手から今後の、目標、意気込みお願いします。目の前の横浜エクセレンスを倒すことだけを考えて、明日の練習、明後日の練習で準備をして、横浜に行って帰ってきたいと思います。その先のことは結果は後からついてくるっていつも思ってるので、目の前のことに集中して頑張ってきます。応援よろしくお願いします。はい、鹿児島弁も頑張って覚えてください。はい、ということで今日は森田裕二選手にお越しいただきました。森田選手ありがとうございました。ありがとうございました。